Well, well, hello there and welcome back to my channel. My name is Quality and I'm back with another episode of Twisted. As I attack my own desk. Hold on here real quick. I want to check how many... There are 21 chapters. Wow, my voice is dying. My voice has been dying for the past like week. I start talking and then it's just like, nope, it just cuts out. I'm like, oh shit, do I have COVID? And I take the test and it's like, nope, y'all just don't drink enough water because you dehydrated as fuck. Note, PSA, drink water, guys. It's getting hot. You don't want to be dehydrated. Well, it's getting really hot here in California. So, hydrate yourselves. Don't get heat stroke. Important. Shouldn't you guys also have costumes and stuff? Only 50? 覚えた箇所忘れそうなんだが。いや、お前上がりすぎでしょ。あれ、A リュースコンビにオンボル寮コンビ、みんなも VDC のオーディション受けに来たの？ケイト、おめえもなんだぞ。Haven't seen you in forever。せっかくうちの学校で VDC が開かれるし、今年はビル君も出るらしいからさ。マジカメフォロワー数500万人超えのセレブと一緒に大会に出れたら記念になりそうじゃん。デュースは気負いすぎだけど、先輩は先輩で気軽な理由すぎ。結構みんなそんな感じだと思うけど。だってほら、見てみなよ。Laggy just wants the money. 歌はあんま得意じゃねえけど、ダンスならなんとかなるっしょ。賞金500万マドルの山分け、絶対いただいてやるっすよ。ラギーズイージー。あいつはわかりやすく賞金目当てなんだぞ。おお、ケイト、お主も来ておったか。どうした？良き反応じゃ。ハーツラビル寮生はいつも元気じゃな。もうリリアちゃん、それびっくりするからやめてよ。Ah, you're the one who always pops in upside down. いかにも神出鬼没のお届け人ことリリア・ヴァン・ルージじゃ。そういえばホリデーに差出人がわからないホリデーカードをもらったって言ってたな。あれ、こいつが差出人じゃねえのか。カードに書いてあったイニシャルとわしの名前では頭文字が違うであろう。 Yeah, but you delivered it. 差出人が誰かは It's Horton, I already know. そう遠からずわかることよ。リリアちゃんも VDC のオーディション受けるの？うん、わしは軽音部に所属しとるし、音楽発表会と名がついとるなら参加せねばなるまい。マルウスも誘ってみたんじゃが、人間の見せ物になるのは嫌だと断られてしもうた。あやつ、ああ見えてシャイだからの。I'm pretty sure you destroyed a whole bunch of guitars or something. あのマルウス君をオーディションに誘うなんて、リリアちゃんてば勇気ある。せっかくの学生らしい催し、あやつも一度くらいはチャレンジしてみればよいと思ったんだかな。お主こそ、相棒のトレイは誘わなかったのか？誘ってみたけど、振られちゃった。総合文化祭運営委員長のリドル君のお手伝いで、忙しいってさ。なるほどな。トリマ、相棒に振られた者同士、オーディションを受ける記念に一枚取ってこ。よいぞ。あれ、そこの一年坊も入るがよい。僕たちもですか？俺様たち別に振られてないんだぞ。いいのいいの、こういうのはノリだから。イエーイイエーイじゃ。ハッシュタグ NRC VDC オーディション絶対受かるぞ。フラレボーイズ。What does the S stand for? アップ完了。I know they said it already, but they keep saying VDC in Japanese. 噂のマリウス先輩もいるし、なんか近寄りがたいイメージがあるんすけど、この人はいつもフレンドリーっすね。やだな。うちの寮だって、俺やエースちゃんとリドル君は全然タイプが違うでしょ。言われてみれば確かに。ローズハート寮長はすげえ子。
いえ、規律正しいですもんね。だったら闇の鏡の言う寮にふさわしい魂の資質って、 If you hear people screaming in the background, that's my nieces playing 考えの違うものが共に生活するからこそ新たな学びがあるというものよ。現にほれ、目立つのが嫌いでおとなしいもの揃いと言われておるイグニハイドだが、かの寮生もこのオーディションを受けるようだぞ。あの子、イデア君の弟くんだ。一人でいるの珍しいな。弟って小学生くらいに見えるけど、つかスーパーヒーローのスーツみたいなすごい服。そっか、エースちゃんたちは1年生だから知らないよね。イグニハイド寮長のイデア・シュラウド君は弟のオルトちゃん同伴で入学してきたんだよ。He took his brother to school with him? 俺は3年になって初めてイデア君と同じクラスになったから詳しい事情は知らないけど、授業もほとんど2人一緒に受けてるし、それについて先生たちも特に突っ込まないんだよね。いくら兄弟仲が良くても普通学校にまで連れてくるか。イデアってやつとんでもねえブラゴンなんだぞ。兄さんの悪口言わないで。 Oh, you just had to say something grim. I don't know why, but Ortho's voice I do not like. It's just so high pitched. I don't know, it's just every time I have him in one of those like the lesson menu and I hear him talk, every single time I'm like, who is that person?I'm like, oh, it's Ortho. I should get used to it by this point. But every single time it happens, he's just, I think he's too high tension for me. And I'm just like, I just want to sit in the corner by myself. Like, just shh. Tone it down, bro. 耳がいいやつ多すぎね。このガヤガヤした室内で10メートル以上は離れてたのに。兄さんが僕につけてくれた集音マイクは、人間のささやき声を50メートル先でも拾えるんだ。ほう。それはすごいな。妖精族や獣人族でもそんなに耳が良いやつはなかなかおらん。そうでしょう。兄さんはすごいんだ。ご本、それに兄さんは僕と一緒に授業に出てもいいって許可をちゃんと学園長にもらってるんだから、別に一人が寂しくて僕を学園に連れてきたわけじゃないよ。そうなんだ。ごめん。シュラウド兄弟は学園七不思議的なミステリアスさがあるからつい盛り上がっちゃって。分かってくれればいいんだ。僕もムキになっちゃってごめんなさい。兄さんを誤解してほしくなくて。 I mean, he kind of lends himself to to those kinds of thingsThat is also true. A rare sight at the school. ところで、オルトちゃんも VDC のオーディション受けに来たの？そうなんだ。兄さんがね。Another flashback? Clickety clack. 寮長会議でリドル氏に研究発表の練習しますなんて言ったけど、何万回脳内シミュレーションしても人前でハキハキ研究発表するなんて絶対無理ゲー。でもリドル氏にうぎられるのは避けたい。なんとかせねばと考えた結果、拙者は自分の声から音声ライブラリを作成し、ついにタイピングに合わせてリアルタイムで自然に文章を読み上げるプログラムを完成させた。自分の声とは思えないほどの良滑舌、合成音声とは思えないほどあまりに流暢。オルト、どう？控えめに言って最高では。今喋ってる僕の声が読み上げソフトだなんて絶対に誰も気づかないだろ。すごいや兄さん、とってもハキハキしてるね。でしょ。いや、実は拙者めっちゃいい声しとるな。これなら質疑応答もスムーズに答えられる。ふひひ、やはり科学技術は根性論に勝利するのだ。天才でどうもすみませんね。ほんと、うん、きっとリドルローズハートさんもびっくりするね。Yeah, about how far out of the way you go to stay in your room. 絶対にリドル氏には内緒にして。このからくりに気づかず、先輩も頑張ればできるじゃありませんかとかドヤ顔で言ってきたら、口パクに気づかなかったんでござるか。これだから素人はって指差してプギャーする予定だから。もう兄さんから、あんまり後輩に意地悪しちゃダメだよ。いいのいいの、
ニドル氏は学年は一つ下だけど、寮長歴はあっちの方が長いし、先輩みたいなもんでしょ。しかし、真剣に取り組んでみると、合成音声の世界は実に奥が深い。最近バーチャルアイドルとか流行ってるし、ボーカルシンセサイザー機能をオルトに搭載してみようかな。楽しそう。僕、歌ってみたいな。よし、兄ちゃんに任せなさい。That's kind of cheating, though. 兄さんがボーカルシンセサイザー作りにハマっちゃって、こだわり抜いて開発したからにはどこまで通用するのかチャレンジしようってことでこのオーディションを受けることにしたんだ。え？歌声をプログラムで作るなんてそんなあり？ Vocaloid is a thing. Ace, Deuce, whatever. You two always show up together. Well, if I say both names, I can't be wrong.Yeah, I'm gonna say Ortho is cheating a little bit, but I think Ortho cheats in literally everything because he's like right on the edge of the rules for literally everything. Eh? 歌声をプログラムで作るなんてそんなあり？さすがは魔導工学の申し子と名高いイグニハイド寮長。面白いことを考えるの？結構ありかも。合成音声ソフトをプログラミングして曲作って動画上げるのめっちゃ流行ったし。エレクトロポップとか俺も結構好き。話が全然わかんねえんだぞ。グリちゃん、バーチャルアイドルとか見たことない？今動画見せてあげる。 He lived in the woods before this. ちょっと待ってね。無料動画を見るには企業 CM を先に一つ見ないとダメなんだね。え、一口飲めば願いが叶う。 He's Snow White! 魔法のドリンク知ってる？シュワッと弾けるビタン酸、赤く色づく恋の味。I'm not sure what I thought his face would look like, but it was not that. 最近話題のドリンクの CM。 新発売の商品は押さえとかなきゃ。購買部、後で見に行こうっと。おお、この CM に出ているネイジというタレント、先日寮長会議で話題になったな。こやつも今度の VDC に出場するらしいぞ。え、この大会、そんな有名芸能人も出るんだ。マジで猛者が集結する大会なんだな。The other school. ますます本気で挑まないと。 Based on the princesses, then? 出場できたら、ネージュ君と一緒に写真撮れたりするかな。ケイト先輩、またミーハーなこと言って。だってネージュ君って、今一番ホットなマジカメグラマーだし、チャンスがあるなら記念に撮っときたいじゃん。ビル君とネージュ君と一緒に写れたりしたら、バズり間違いなしかも。おい、ケイト、もっとスマホ下げてくれないと動画が全然見えねえんだぞ。僕に内蔵されてるプロジェクターで動画を壁に大きく投影してあげようか。うるさいわよ、ジャガイモたち。演技まぶしい。なんだこの輝きは。目がチカチカするんだぞ。ポリューション。この学園で私のことを知らない人間はいないと思うけど、現場の礼儀はまず挨拶から。私はポムフィオーレの寮長、ビル・シェーン・ハイト。今回学園長にボーカル&ダンスチャンピオンシップに出場するメンバーのプロデュースを任されているわ。これより選抜メンバーのオーディションを始めます。ルーク、後はお願い。 OKOKOK。 ロアド・ポワゾン。私はポムフィオーレの副寮長ルーク・ハント。以後お見知りおきを。あ、オーディション受付係の変なやつだぞ。ポムフィオーレの副寮長だったのか。これからみんなに課題曲を披露してもらう。審査ポイントは歌唱、ダンスの2項目。オーディションは3人ずつ行うよ。名前を呼ばれた人から部屋の中へ入ってくれたまえ。 How convenient that it's groups of three.And we only operate in a group of three. Because technically me and Grim are one person. Which sucks. But I just let Grim do all the heavy lifting, I guess. Oh my god, another... It would make sense to have to play the rhythm game, but I've been doing very poorly at this rhythm game bit. では諸君、これよりオーディションエントリーナンバー1から。ミュージックスタート。Who's number one?
ねじれたリズムで踊ろう、うつむき歩き地も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。He's right, Lucky. ムシュータンポポ、軽やかなステップと弾ける笑顔。Yeah, but your singing wasn't that great. 大きさと愛らしさが同居している。ボーテ、100点。身のこなしは悪くないけど、歌も踊りも全体的に雑さが目立つ。次。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいんじゃない。ムシュマジカメ、歌声にダイヤのようにきらめく華やかさがあるね。really nice comments and builds like now. いつまでも浸っていたくなる。ボーテ100点。 Rook, you can't give everyone four scores. 全然パッションが感じられないのよね。次。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春意地も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。 Nidia, I'm confused by yours. 無臭好奇心、愛らしい姿とは裏腹にしっとりとした歌声がまとうオーラは実に妖艶だ。ボーテ100点。なぜかしら、リリアからは高校生らしいフレッシュさが一切感じられない。次。He called you old! 決めたリズムで踊ろう、うつむき春一の愛嬌さ、構わないよちょっと悪くないがいいじゃない。 I mean, I know you can just put a like filter. 無臭お人形、なんて斬新なんだ。キレのあるロボットダンスと歌声に私の瞳は釘付けさ。ボーテ100点。いくらジャンルですと言っても限度があるわ。次。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。Callum, you're a little too loud. You're trying to break my headphones. 熱さの上を吹き抜ける一陣の風のごとき舞い、軽やかな歌声に私の体も飛び上がりそうさ。ボーテ100点。Rook is the worst judge ever. みっともなく転がり回るだけの野菜どもより少しはマシかしら。 Here, carrot now. ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいじゃない。 OK、 ジャミオ、ムシュマルチ、さすがだよ。 From クールに装う画面の下で燃え盛る熱いソウルが伝わってくる。ボーテ100点。歌も踊りも今までで一番安定してる。悪くないわ。ねじれたリズムで踊ろう、うつむき春一も愛嬌さ、構わないよちょっと悪いくらいがいいんじゃない。 Apple Thumbs up for you too. 無臭姫リンゴ、実に愛らしい、実に可憐だ。今日に向けて全てを磨き上げてきたね。ボーテ100点。あの子またサビの前でミスった。リハで100点でも本番でミスした意味ないわ。っていうかルーク、あんたさっきから全部満点をつけてるじゃない。真面目に審査する気ある？もちろんだとも。しかしみんな素晴らしくて甲をつけがたくてね。整った美もあれば、いびつだからこその美もある。そう思わないかい？あんたを審査にしたのは失敗だったわ。まったく。さあ次で最後のグループよ、呼んできてちょうだい。ウィ、エーストラッポラ君、デュース・スペード君、グリム&監督さん、まとめて中に入ってくれたまえ。I'm just a background person. ついに俺様たちの番なんだぞ。よし、絶対受かってやろうじゃん。ここまで来たら腹くくるっきゃね。さあ、あら、あんたたち、私に無謀な戦いを挑んできた。
Or they did. I didn't do anything. ドタバタ見苦しい身のこなし。あれから少しはマシになったの？ちゃんと特訓してきたんだ。スカラビア仕込みのパフォーマンス見せてやるんだぞ。I forgot about that. I forgot we. There's different notes now? Oh no. Oh no. Bill, how am I supposed to impress you? I'm delighted to see you audition near C. We'll see if you think we're embarrassing and inelegant this time. Keep talking, Spudling. If you want my approval, prove to me your worth. French. I don't even know how to read that. Ah! I can't flick. Usually flicking is like... Oh wait, no, never mind.BRB. Let's try that again. Y'all saw nothing. This is 100% the first time I'm doing it. Skip.There you go. You're like little rat birds. Yes, you're so naive, so innocent. Yes, full points. Must you praise every performance so uncritically? Full marks? We must be towards the top then. He's given everyone full points. Let me tell you, I've been here the whole time. He gives everyone full marks. Don't trust his scores. They mean nothing.Well, I got a double S, so whatever. How'd you like that? We were perfect. Almost. You're done? Then hurry and get out. What? You're not gonna grade us? Wow. And yet, there's a but to this sentence.Oh, that looks like that will be it for this episode. What chapter are we on? I don't even know. Okay, so that will be it for this episode. Thank you for watching. Please leave a like and subscribe, and I will see you guys in the next one.